Hi guys, it's Haru. はい、皆さん、こんにちは。今、私はシドニーにいて、今は2020年3月23日、月曜日の、えー、朝11時30分ぐらいです。私はテニスインストラクターなんですけど、朝2時間レッスンをして、えー、今、うちに帰ってきて、また午後から4時から9時までレッスンをする予定なんですけど、もう昨日の夜から、 今日の朝にかけてドドドドドコロナ関連のニュースが流れているので簡単に言うとオーストラリア全体でロックダウンが始まっている状況なんですけどまだ全部のビジネスではなくてパブとかジムとか結構室内系のみんなが集まるようなところがシャットダウンされている状態です。 まあこんなこと言ってても明日には私のテネスクラブもシャットダウンされてるかもしれないのであんまりこのニュースの説明を深掘りするというよりかは今回はどうやってニュースを読むのかっていうところにフォーカスをしていこうと思いますニュースの解説っていうよりかはもう淡々と文章を読み進めていくので私がどうやって読んでるのかとかあと単語もちょっと補足しながら脳内をシェアする感じでやろうと思います今日の朝ビクトリア州 ビクト州の、えー、ダニエル・アンドリュー首相がアナウンスした、えー、ニュースになりますもともとの首相のスピーチ自体は概要欄とコメント欄に貼っておけますねで今回見るのはこの記事ですただん記事のタイトルはビクトリア・ポリス・タスク・フォース・トゥ・エンフォース・コロナワール・シャットダウン・スクウォー・テム・エンズ・アールリビクトリア州の警察が特別部隊を使って あとは学校も今期のターンも早く終わりますよっていう風に言ってますねでは実際に記事の内容を見てみましょうまず1文目 1> スス of 500まずここまででダニエル・アンドリュー首相はアナウンスしましたこの何をっていうところが of 500なので500人の警官 を含む、えー、特殊部隊ですねで何をするためにその特殊部隊を作ったのかというと s,、uh, ちょっと長い文章ですが to enforce a shutdown でえー、とシャットダウンを施行するとか強制するっていう意味ですねで何をシャットダウンするかというとパブスクラブスエンターテイメントエンターテイメントは娯楽施設ですねあとレリジョスっていうのは宗教的なだからチャーチ教会とかスポーティングベニューズっていうのはスポーツをする場所ベニューズっていうのは会場になるので例えばジムとかヨガスタジオとかインドアのスポーティングベニューズは今クローズになるところです なので、ちょっと長いんですけど、この、to enforce 強制するために、何を強制するかっていうところが、A、shut down から venues までで一つ。shut down を強制するため。それと、もう一つ、restrictions on social gatherings。で、gatherings っていうのはなんか集まるので、社会的な集まりの制限、restrictions この間やりましたね。制限を enforce するため。 になってるのでこの Enforce の目的語が2つある形になります。どんどん次いきます。It comes as Victoria recorded another 59 cases of COVID-19 on Sunday, bringing the state's total to 355. これこういう風になっちゃいました。なんでかっていうと、Victoria recorded。Victoria 誌は記録しました。何を59ケース ?59 人の コロナウイルスがかかった人がえっ、ー、と日曜日に発見されたその59人の新しい患者っていうのは bringing the stage total to 355なのでビクトリア州のコロナウイルスにかかった人の合計を355人にもたらしました。 ななのでで合計で今人になっている状況次のパラグラフいきます。The stage 1 shutdown in Victoria includes pubs, clubs, nightclubs, crown casino, gyms, indoor, indoor sporting venues, places of worship, cinemas, and entertainment venues. The stage one shut down in Victoria これが怖いですよね。ここまでが主語なんですけど、ビクトリア州でのステージ1としてのシャットダウンは、includes、含みます。何を ?Pubs, Clubs, Nightclubs という風に一番最後まで繋がるんですけど、その中で新しく出てきた単語は、c ラ o w n Casino っていうのは、えっと、カジノですね。c ラ o w n はその会社の名前です。 で、あとは worship っていうのは崇拝っていう意味なので、崇拝する場所、つまり教会ですね。あとは entertainment venues っていうのは娯楽施設です。次のようにいくと、<laughs> restaurants and cafes will only be allowed to provide home delivery or takeaway services. はい、レストランやカフェは will only be allowed to be allowed to で何々することを許されている許可されているなのでその許可されている内容は provide home delivery なのでデリバリーとか take away service を提供するっていうことを 認められれてて許されていますボトルショップっていうのはお酒屋さんですね酒屋さんがリメイン「Remain」「Remain」は何々の状態のままでいるオープンだからオープンの状態のままでいられるよって言ってました <laughs> 難しいでこの下のところはヴィクトリア州の中でどういうビジネスがクローズしないといけないのかっていうところが書いてあって で、この下のところでは Mr. Andrews told ABC Radio Melbourne any business not on the list could stay open えっと、ここまでで Andrews 首相は ABC ラジオメルボルンに言いました何をっていうのが any business not on the list could stay open この主語のところが any business not on the list まででリストに載ってないビジネスは Could stay open. Open as long as it adhered to social distancing measures. As long as the nani it adhered to social distancing measures, such as ensuring there is four square meters for each person on the premises. iku to premises 施設の中で Each person それぞれの人たちが 4sqm4sqm えっ 4sqm ってどういうこと直径 4m? 直径 4m? まあ 2m ぐらい離れてってことですよね 4m も離れたらこう聞こえないし <laughs> でその 4sqm 離れるっていうのが ソーシャルディスタンシングメジュースっていうのは物理的に人と接触しない離れてっていうことなので今の 4sqrm 離れましょうっていうのもそのソーシャルディスタンシングメジャーズの一つになりますちょっと説明が難しいんですけどあと漏れてる単語ないかなあこの「ensuring」っていうのは確認する「ensuring」「確かめる」 この確かめる何を4スクエアメータ e t 開けるっていうことを End of gatherings are still limited to fewer than a hundred people ということで えー、室内での集まりは100人以内に制限をされてます。あの、前々回の動画でコロナの医療英語のコメント欄の方で英語のニュース読みたかったけど難しかったとか、えっ、ー、と、私が紹介した単語が役立ったっていう風におっしゃってくれた方がいらっしゃったので、今日は英語のニュースを一緒に読んでいきましょう。 というテーマの動画です昨日の夜オーストラリアの首相が学校は閉鎖しないって強く言ったんですけど今日の朝ヴィクトリア州とニューサウスウェールズ州メルボルンとシドニーがある州の首相たちは「いやあの学校は閉鎖しよう」とか「いや学校やるけどお母さんたちはちゃんと子供を 家に置いといた方がいいよと国民に推奨しているのでプライムメネスターって一番国のトップの人と州のトップの人でちょっと意見が分かれているっていう面白い状況が起こっているんですけど私このアンドリューダニエル・アンドリューさんのスピーチ聞いてなんか一番響いたので今回このニュースにしました日本は少し落ち着いてきたのかなうんオーストラリアは今が からピークになっていく時なので、本当に気をつけないといけないんですけど、なので、特に海外に住んでいる方は、この間のビデオでも言ったんですけど、もうとにかくニュースは必ず見るようにしてください。毎日変わるので。うん、はい 結構私の視聴者さんの中でいろんな違う国に住んでる方とかもいらっしゃるのでその状況とかもシェアしてくださると嬉しいです。拙い説明で申し訳ありませんでしたがちょっとでも伝わっていたら嬉しいです。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。I'll see you guys in the next video. Bye!